バって感じがするけど、行くか。おお、このバトルがとりあえずあと5回あるってことか。超簡単に言うと、あ違うわ、8か。わあ、いい絵面。やりすぎ。あ、耐性持ち。さあ、絶対。すべての攻撃に対する工具で攻撃時、自身の。ん？なるほど。え？ってことは、とりあえず、宝具打たせりゃいいってことだよな、敵に。敵に宝具さえ打たせてしまえば、まあ、あとは何やろうが、まあ、知ったこっちゃないって感じか。耐性ってどれぐらいなんだろうな。とりあえず一発ぶん殴ってみるか。CT 加速入ってるし、まあ、とりあえず一発ぶん殴ろう。承知。さすがに耐性持ってるから相当硬いのかな。突き止め必殺ゴールデン。ああ、4万6000か。なぜか鈴鹿御前に攻撃してるけど、まあいいや。あれ、俺トータさんにやってなかったっけ。おはん。まあとりあえず宝具の回転、あ、しまった、金時後ろっかにやればよかった。ここでう、スタン、わー、魅了じゃん。普通に攻撃してくるパターンのやつか。あー、どうしよう。持ちやります。負けないぞ。宝具回転ちょっと上げとくか、気持ち。はじけて、シャッキボル、セクエンス。いや、ダメか。あー、アーツチェーンが1回入ればいける。あ、スイッチ加速ありがたい。うー、怖っ。それが一番怖いです。2回受け切りゃいいから、そうなった時にカリバーン2回で十分か。カリバーン2回で十分だな。何のためにやります。そうだよ。よし、ここ天草霊槍の方が安定しそうだな。誰に呼ばれるまでもなく、まあ普通にマーリン持ってきてマーリンで無敵するっていうのでも普通にありか。ここでこのエコーがすごい気になる。あ、本当だ、恋愛葉っぱ天気雨のところが天気雨だけになってる。危ない。で、体勢下がったけど、これずっと下がるの？一ターンだけかい。一ターンだけ下がる体勢か。なんだそりゃ。いや、まあ、いや、その分で削り切れってことなんだろうな。回避。まあ、あっちはやられるけど、これでいいや。いや、金時打っといた方が安牌だったか。失礼してんの。いいえ、ボズ天皇の紳士たち。あ、いや、結構火力入るな。ちゃんと宝具打たせればいいパターンのやつだな、本当に。69の星、いいな、気持ちいいな。CT 加速か。やだ、やめてほしい。あー、やだなー、やだなー。スタンしよう。加速だけは勘弁。
次のターン宝具打てるからそれでいいか。でまあ体力火力的なことを言うとそうやな。あ、金時は死なないように HP 回復とりあえずしといて。ライコーさんここで死んだらちょっと悲しいなーって感じか。いやまあ死んだら死んだらでしゃあないか。そう、あらあらマン痛いですか。あクリティカルしてもほんと気持ちだなあ。マジでそのまんまになって悲しかったぞ。でこれはとりあえず、しまった。これ金時の宝具打たないといけなくなっちゃった。ああしまった。ライコーさん残すべきだった。やっちゃった。えけどまあ1対2すればいいから、金時と鈴鹿どっちを残すべきかってことを考えりゃいいか。トータさんかな。で、あ、これでいいや。いや、よくない。宝具打ったら、トータさんの宝具がそのままポーンって次のターン飛んでくるから、宝具は普通にこのままでいいか。ですから、負けないぞ。まあ、アーチチェーンしよっか。あれはいつか見た終わりの星。どれほど遠く汚れても。私は星を探すのです。さあ幕を開けてアラウンドカリバーン。いやーこう考えると耐粛性防御マジで強すぎ。これで金時が落ちたら一番最悪だな。フラグ危ね。思いっきりフラグ立てまくった今。危ねえ。魅了されんかいっていう。それでいいん。いやまあそうやな、まあ、魅了されても仕方ないもんな。可愛いしな。しゃあないしゃあない。承知。吹き止め必殺ゴールデン。お、40万出る。えぐ。さてどうしようかな。これ普通に、あーまあそやな。オダチェンは残ってるんでしょう。オダチェン残ってるんだったらアーツバフの発生能を上げて、撤退かなあ。あ、ケイロンの方がいいか。ケイロン先生にしとこう。で、自分は回避しておいて、ここはまあ、やります。もちろん。じゃない。キャストリアが生きた時のこと考えて、ここで、防具打つぐらいでいいか。お、やっぱ敵の宝具火力、敵の宝具火力よりも普通に痛い。そっちじゃないって感じがすごかったな。知恵は振り物。じゃあまあ、え、保険、念の、まあ、保険って大事だから。保険って大事。保険は大事。保険は大事。強っ。男性はデバフ。すげえなー。男性はデバフって当倍で40万出すってどういうことやねん。強っ。
しょしょしょ。